愚者の私の地図、愚者の私の防御は、イギリス陸軍のアーネスト・ダンロップス・ウィントン、大尉による小説仕立ての標榜書。防和戦争を舞台として、舞台の壊滅と任務の失敗を避けるために、著者の分身と目される、主人公の新米将尉が戦訓を学びつつ、ループを繰り返し、最終的に任務を成功させる。小部隊戦闘に関する古典的名作であり、 1904年の初版出版後、各国で好評を博したほか、現代に至るまで類書がたびたび表されている。夢落ちでもある。この小説は、イギリス統合軍事身において、五自衛神序将尉の筆明において発表されたが、これは、本の語り手及び主人公の名前でもあった。防和戦争での架空の戦闘を題材として、勝負対戦術について洞察するものであった。 スーイントンは実際に、老は戦争中の南アフリカにおいて軍部に服しており、この小説は1899年から1902年の南アフリカにおいてなされたこと、なされなかったことどもを振り返ってのものとされている。本編冒頭において、自重心療商尉及び意識下の50名の兵士は、特か可能な浅瀬である愚者の私を防御するように命じられる。 防ア軍の大兵力が愚者の私に向けて移動中である。状況は6回にわたって五自衛心理商尉の夢という形で繰り返し読者に対して提示される。最初の方のシナリオでは五自衛心理商尉の英軍正体は不名誉な敗北を喫する。そしてそれぞれの敗北の後で五自衛心理商尉はそれぞれに教訓を学んだ後に次の夢に移り。 その教訓を生かすことになる。これにより、夢を繰り返すごとに五次衛心理正体の状況は改善していき、そして最後の夢においては、とうとう友軍が来園するまで五次衛心理正体は持ちこたえることに成功する。この本においては、防衛戦を成功に導くため、批判的思考、及び地形と位置の慎重な使用を推奨している。この本は、年月、 アメリカ軍不評協会において再犯された。そして、特に若い医官の間で勝負対戦術に関する出属書となり、英本国から遠く離れた米国、ロシア、カナダにおいても好評を博した。いくつかの教訓は明らかに時代遅れになってしまった。それにもかかわらず、この本は現代においても依然として妥当な洞察を示していると考えられている。 グッシャの私はシリアスフォーゲル側を車両でとかできる唯一の場所である。すなわちここは戦術上の要衝であり、コジエ神略将位は増援が到着するまでの間、いかなる代償を払ってでもここを保持するように命令されている。コジエ神略将位に与えられた戦力は50名の兵力を有する増強小隊であり、一方100マイル以内には敵は探知されていなかった。 続く6回の夢で、小事診療小児が得た教訓は、下記の通りである。